ハンマリングオン、プリングオフっていう、こんな感じです。で、これが連続されると、こんな感じでこれをトリルって言うんですけど、こんな感じでこう。っていう感じで、もう割とね、なんかハマリングをここで やったったわいみたいな感じじゃなく、どっちかというと自然にこれなんかこんな感じになります。だからニュアンスがちょっと変わるんですよ。ピッキング2個だけすると必ず1個ずつの音でピッキングをしたっていうこのアクセントがね入るんですけど、ハンマリングでやるとね2個目のアクセントがこう滑らかになるんですよね。わかります。そういう違いでこう表現するときにこう1個ずつって弾いた方がいいのか、って弾いた方がいいのかっていうので、ハンマリングとプリングをこう使い分けたりね、はい、します。まあ、でもその辺はじゃあいつ使っていつ使うのがいいのかっていうのはもう、個人のセンスでございます。好きにいろいろ実験してみて、俺はこっちの方が好きや、僕はプリングとハンマリングやなとかみたいな、そんな感じでこう使ってもらえたら。はい、いいと思いますけど、はい、なるほど、まあそれがハンマリングですわ。まあだからでもね、プリングってちゃんと弦引っ張らんと音が出にくいので、こう、はい、まあこれはまあプリングの話で、こう話すだけでは音がちっちゃいんで、はい、ちゃんと引っ張るっていう。でハンマリングもちゃんと叩く、こうなんとなく乗せるだけやと音量がちっちゃくなる、こうホイッてこう叩くぐらい、こうちゃんとしっかり、力は結構力って言って、まあ、そんなに力入らんけどね、こんなこういうやり方で、ゲームロールじゃないよ、解放弦とかで、聞きますね。